どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。カラフルに光るオーシャンプリズムミラーの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。表面はこのようになっております。裏面はこのようになっております。中身を開けると、まずは説明書が入っております。ではお待たせしました。オーシャンプリズムミラーの方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではギミック部分を見ていきましょう。まずはこちらの真ん中にある部分は LED で発光いたします。こちらの貝殻のマークはボタンになってます。こちらのハートマークもボタンになってます。後ろ側には電源スイッチがあります。左は A モード、右は B モードになります。下側には電池蓋があります。単三電池1本必要となっております。ちなみに後ろ側にはスピーカーがあります。では電源スイッチを入れて音声の方を確認しましょう。今回ご紹介するのは A モードのみとなっております。今回の紹介なんですが、 B モードの方はご紹介できません。その理由に関しては最後に説明いたします。では A モードの方を紹介していきましょう。では A モードの方を説明していきましょう。まず電源スイッチを入れると A モードになります。そしてその後貝殻ボタンを押すごとにモードが切り替わります。ダンスモード、オーシャンプリズムミラーモード、色占いモードの3つです。では各それぞれのモードについて説明しましょう。まずはダンスモード。貝殻ボタンで曲を選んで、ハートボタンで決定です。曲は全部で10種類あります。そして曲が流れている間にハートボタンを押すと愛の手が流れます。愛の手の音声に関しては3種類あります。続いてオーシャンプリズムミラーモード。オーシャンプリズムミラーに向かって話しかけるとローラがお話ししてくれます。これに関してのセリフが全部で5種類あります。ちなみに声を出さなくてもハートボタンか貝殻ボタンを押すとローラの音声が流れます。最後に色占いモード。ラッキーカラーが占えます。音楽が流れている時に貝殻ボタンかハートボタンを押すと決定だそうです。ちなみにオーシャンプリズムミラーのマイク認識の部分に関してはプリズムミラーの後ろ側にあります。この穴がマイク認識の部分になってます。では実際に A モードの方をやっていきましょう。
続いてはこちらの B モードの方をご紹介したいところなんですが、残念ながら B モードは動画の方ではご紹介することができません。こちらのオーシャンプリズムミラーはテレビと連動とするという素晴らしいギミックを持っているのですが、テレビの映像と音は
YouTube の著作権に引っかかるので映すことはできません。ですので B モードをテレビと連動させて紹介することができませんのでご了承ください。そしてこちらのオーシャンプリズムミラーなんですが、なんと2021年の夏頃にアップデートすることができるようです。それに関しては2021年の夏頃に明らかになる予定だそうです。以上でトロピカルジュープリキュア、カラフルに光るオーシャンプリズムミラー A モードの方だけをご紹介いたしました。パッケージの説明にもテレビと連動させて遊ぶことができると書いておりますが、先ほども言った通り、YouTube 内では著作権に引っかかるのでご紹介することができません。ご了承くださいませ。気になる方はぜひオーシャンプリズムミラーを買って B モードを試してください。ということで今回これにて以上です。この動画がよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。